古文ウェブ補修第9回、別紙の訳し分けのその1、第1回目です。えー、まずは意味のねあの、6つある意味の基本を押さえます細かい訳し分けについては第10回で見ますのでね。さあ、ではね、よいしょ。はい、解説編ですが、このように、えー、さあ、 えー、助動詞べしの意味の見分け方の基本を今回まとめます大きく分けて6つの意味があると言われています「スイか止めて」とか「テスト明快」なんていう、まあ、語呂合わせが有名ですいろんな文法書に載ってると思いますさあべしの訳詞分けの「まあ、スイか止めて」でちょっとま,あまとめました「す」は「水量」「なんちゃらだろう」「なんちゃらでしょう」「い」は「意思何々しよう」「か」は「可能」ですから「なんちゃらできる」 当は当然、なんちゃらするはずだとか、なんちゃらするべきだ、なんちゃらしなければならない。えー、これは文法書によっては義務なんて意味で載ってる場合もあります。でね、このべしのね、当然のべしがまあ、いわばべしのね、オリジナルの意味ですね。ここからまあ、他の意味に発生していったってイメージです。で、5番、命令、なんちゃらせよ、なんちゃらしなさい。6番、適当、何々する方が良い。 えこれも勧誘なんて意味で載ってることもあります。で、一緒のまあグループに分けられることもありますね。で、この頭文字で推移か止めてってまあよく言われます。まずは推移か止めてのこの文法用語をしっかり覚えてくださいね。そしてその次に訳をしっかり覚えてください。で、えっ、ー、とね、この見分け方なんやけどね、細かいところは次回見るけどね、とにかく基本を押さえるとね、 主語その文章の主語が何かによっておよその意味の判別はできますただしあくまでもおおよそです主語が一人称つまり自分私が主語の時は何々しようですまあそらそうなんですよ私はなんちゃらしようなんですよ我なんちゃらすべしじゃあ俺はなんちゃらしようと思ってんねんってなるわけで 同じ主語なんだけどあなた君というような二人称お前ってことねのべしやったらお前なんちゃらすべしお前なんちゃらしなさいいやお前を何、ね、々する方が良いよってなるわけ。で主語三人称第三者ものね自分とか人以外のものとか、えー、自分ではないものに対してやったらなんちゃらだろうあいつはなんちゃらすべしねあいつは何々するだろう第三者ね。 今日は、えー、雨降るべし今日は雨が降るはずだなんていうように自分以外のものの時は三人称の時は水量が当然になるっていうように主語の見分け方主語が違うことによってまあ大体の見分け方はできるんですねこれがまず基本ですかね可能のべしっていうのはね多くの場合はべからずのように打ち消しの言葉がついてつまりまあ可能というよりも不可能の意味で使われることがほとんどです べしっていうのはね、ムーとまあ同じなんだけど、未来のことを想像して言う言葉やん。だから、自分のことやったら当然、今日帰ってご飯食べようってなるし、外見て曇ってたら、ああ、今日雨が降るだろうってなるし、っていうように、未来のことを想像して言ってる言葉は昔はね、全部べしやって。<laughs> けど我々は、雨が降るだろう。今日は帰ってご飯を食べよう。あ勉強帰ってからするべきだ。お前何やってんねん。 かえて勉強せよ。そな。勉強した方がええな。っていうように、未来のことを想像するときに、我々はニュアンスによってね、意味が、あの、言葉変わってしまったんだけど、昔全部べしとか無で説明したんよね。だから、それを見分けるのは、主語の違いで見分けられます、ね、ってこと。ね。えー、風も吹きぬべし、主語風でしょ。風だから水量なんだよ。ね。この一子に定むべしと思え。 私はこの一本の矢でね、決めよう自分やから、私やから、意思やねん。べからず、下に打ち消しの図があるから、可能やねん。必ず来るべき人、必ずって上にあるしね、必ず来るはずの人、やから当然やねん。三人称やん。自分じゃないやん。5と6はね、言う、呼びかけやねん。頼朝の首をはねて、我が墓の前に書くべし。 私の墓の墓前ににけななさいっててあなたに命令してんねん家の作りようは夏を旨とすべし家の作り方は夏を主体にする方がいいと思うよって呼んでる読者に対して呼びかけてんねん。このように主語が誰なのか「ゆ」なのか「ゆ、ね」優「ゆ」なのかそれとも自分以外のものなのかそれとも主語がそれ以外のものなのかなんて感じで見分けることはできますということで,でそれを踏まえた上でよいしょ。 問題ですさあ問題なんだけどね、えー、パッと見やろこれねべしっていうのはね単文練習しても実はあんまり意味がないよね。今言うたように文脈の流れの中でこの文章の主語誰なのかなとかいうことを確認せなあかんや。べからずみたいにね下に図があるから不可能だなってパッと見すぐ分かるやつはまだ簡単なんだけど。 えー、この文章の主語誰なんやろ誰に対して言ってるんやろってことを考えないとなかなかそのを見分けることは難しいんですねそこでまあ今回ね「えー、清げなる大人二人ばかりさてはわらべぞいで入,入り遊ぶ源氏物語の若紫の巻でね、えー、今有名なとこですあまた見えつる子供に似る病もあらず似るべうもあらず似るべくのねウオンビの形ですけどたくさん見えている子供に似ているはずもない」。 素晴らしい将来が見えてとても可愛らしい女の子だなって、まあ、光源氏が、えー、っと若紫ちゃんを見つ,る見つけた場面かな <laughs>、えー、これ似るはずもない当然似ているはずもないっていう、えー、自分以外の人のことを言うてます当然ですね三人称が主語になってます <laughs> 丸る番持ちはべるべからずべからずというパターンを見つけたらまあ多くの場合可能のあ不可能のできない役です 用いるそれをそのまま用いることはできませんこれもよく教科書に載っている文章ですね表歌の文章かな三番この人々の深き志はこの海にも劣らざるべしこの人々の志は劣らないだろう自分以外ですよね主語だよね主語が自分以外の第三者ですね劣らないだろう劣らないはずだっていう文脈かもしれないけどね だから一応ここ「水量」と訳してますけどもしかしたら当然かもしれないねっていうこの分娩も訳だけでは実は分かんなかったりすることもあるんだけど第三者なんでも基本ここ水量の「劣らないだろう」で捉えることができます。でこれ、えー、先ほどの問題としてはね「この意思に定むべしと思え」えー「つれずれ草かなこの文章」えー「この一本の矢で定めようと思いなさい」「定めよう」「私はおっぽんの矢に定めよう」という主語が自分自身です「意思」です。 さあ、五と6は、えー、U に対して言ってます。ね。京にはあらじ、あずまの方に住むべき国を求めに取って行きけり、ね。住むのにちょうど良い国を探しに行った。えー、これ、伊勢物語やな。えー、自分のことを必要のないものだと思い込んで、えー、京都にはいる前、東の方にちょうど住むのに良い国がねえかな、と思って行った。適当の何々するのが良いって訳すのが一番綺麗かな、ってやつ。6番。 えー、なす進むべし、えー、医者がやってきてなんちゃらをしなさいって医者が命令をしてんお前はなんちゃら命令したわけよお医者さんがやってきてこうしなさいと言った75歳になった時に病気になったんかなだから事切れたまいなんやから今にも死のう死のうとしてんね今にも死ねそうやねそんな時に医者がやってきてなんかこの何て言うんやろうな、えー、これを、えー、進めなさいってお医者さんが命令したわけよ というようにね。短文で練習するというよりは、文脈の流れの中で判断せなあかんものが多い。逆に言うとべしが判断できたことによって文脈がわかる。べしで文脈を判断するっていうような意味合い。なんからまずはね。スイカ止めてをしっかり押さえた上で、まず主語が誰なのか？ 自分なのか自分ではないのか三人称なのかそれをしっかりと確認した上で見分けるようにまずはしてください次回テクニック的にもうちょっと見分けるポイントをテクニックもうちょい教えたいと思います今回まずはしっかりとねこのスイカ止めての六つを覚えようという意味合いでしたでは